国鉄デハ6340系電車。デハ6340系は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した、直流用電車を便宜的に総称したものである。本校では、デロハ6130系、デハ6340系、クロハ、サロハ6190系、クハ6420系、 デハユニ6450系及びこれらの改造車について取り扱う。本系列は1914年、大正3年から1918年、大正7年にかけて東海道本線、京浜線の電車運転用として製造されたもので、従来の中央線、山手線用の系列とは、車体長、車体幅、終電装置、主電動機出力など、 あらゆる面で一線を画するものである。1914年時点では、日本における最大級かつ最強水準の性能を持つ電車であった。車体形状は、つま面が平妻非貫通型の3枚窓、側面には車体端部に寄せて、片側2箇所に客用扉が設置されており、すべての扉が引き戸となっている。屋根は車体全長に及ぶモニター型である。 車体幅は8フィート6イン、2700ミリメートルと幅が広くなり、車体長も電動車が50フィート、15240ミリメートルであったのに対し、付随車は52フィート11イン、16240ミリメートルと長くなった。前面は平津非貫通の3枚窓であるが、反対側は開き戸方式の貫通扉が設けられている。 終電装置には日本の国有鉄道では初めてパンタグラフを使用したが、河川と接する部分がローラー式で開業当日に大きな問題、口実を引き起こした。通風機はモニター屋根側面に水雷型のものが設置されている。電動機はゼネラルエレクトリック車製 GE-244A で、河川電圧は直流 600V。 1200V の副電圧仕様。これにより電動発電機を駆動して制御用の 600V 電源を得ている。制御機は GE 社製の電空カム軸式自動加速制御機で RMA コントロール。ブレーキは GE 社製の J3 導弁による AVR 自動空気。ブレー、台車は新設計の釣り合い常式である対象3連携。電動車用 TR14 イコール DT10。 付随車用 PR11 である。本系列の電動車は基本的に型運転台で製造されており、車体も前後非対称であったため、運転台の向きにより区別を行う必要が生じた。さらに研修上の要請から床下機器の配置を運転台の向きに関わらず一定としたため、上り、東京駅型に運転台があるものに、奇数番号、を下り、 桜木町駅型に偶数番号を付与した。この慣令は、その後に製造された電車にも連綿と受け継がれ、国鉄が民営化された後の最新系電車にまで踏襲されている。本系列は、デロ六6130系20両、デハ6340系24両、クロハ、サロ六6190系21両、クハ6420系4両、 デハユに6450系6両の、計75両が製造された。1915年の京浜線運転開始に伴って、1914年度に製造された2等3等号作り、制御電動車である。側面窓配置は 1D12222221D1。車内は、前くらいは3等室、後くらいは2等室に区分され、 両室の間には仕切り壁が設けられている。座席は両室ともロングシートであるが、二等室のものは奥行きの深いものである。定員は二等24人、三等51人、内座席26人である。本形式の製造状況は次の通りである。デロ六6130系の姉妹形式で、こちらは全室三等車である。車体もほぼ同系。 ただし、あとくらい、側車端部の小窓がないで、車内に仕切り壁がない程度である。製造の状況は次の通りである。定員は103人、内座席56人である。京浜線運転開始に伴って製造された2と3等合づくり、中間付随車である。側面窓配置は D1222221D で、電動車とほとんど変わらないが、 車体が長い分窓吹き寄せ部が広い。最初の重量の製造当初は、中間付随車と制御付随車の記号が区分されておらず、黒六6190型と称したが、1915年に中間付随車の記号、差が制定されたため、サロ六6190型と解消された。さらに1917年、大正6年には3両増備 同年には後日の左派6420型からの改造車が4両が加わり、1918年、大正7年には8両が増備され、全25両が出揃った。定員は2等26人、3等56人、内座席30人である。本形式の製造の状況は次の通りである。1916年、大正5年に製造された3等制御付随者である。 車体は、黒波6190型と同型で、第一次世界大戦の影響で、伝送品の輸入が途絶したため、デハ6340型に不足を生じ、仮、クハとして製造されたものである。1917年にデハ6340系4両が製造されると、サロ六6190系6203から6206に改造され、形式消滅した。 製造所はすべて鉄道員を多い工場である。本形式は日本の国有鉄道において初めて登場した郵便物取扱施設を持つ電車である。車内は前くらいから運転室、荷物室、郵便室、三等室に区分されている。側面窓配置は 1D1D か1 1 d, 1 d, d u 1百2 2 1 d で定員は51人。 内座席28人、荷物室、荷重2トン、郵便室、荷重2トンである。製造の状況は次の通りであるが、1920年、大正9年度製造者は、設計を従来からのヤードポンド法からメートル法に改めており、細部の寸法が異なる。1914年、大正3年12月18日に、東京駅が開業したのを機に、 12月20日から東京高島長官に本系列を使用して電車が運転されることとなった。この開業日は建設工事とは全く関係ない要因により設定されたもので12月18日に東京駅の開業式典を行い、陳太を攻略戦の外旋将軍、上尾三尾中中を品川に出迎えて東京へ送り、貴族院と衆議院の議員らを東京から横浜まで 試乗させる手はずであった東京品川間については、すでに電化されていた区間であり、何の問題も生じなかったが、品川伊勢の新線区間に乗り入れた途端に、河川事故が続発することとなった。東京を出発した最初の電車ばかりか、その次も、そのまた次の電車も横浜に到着しないということで、関係者を向かわせたところ、一番電車は小安付近で、 その次の電車は、大森蒲田間でいずれもパンタグラフを河川に引っ掛け、運転不能になっているのが確認された。横浜駅の一番電車が、目的地に到達するのに2時間余りを要したという。翌日、鉄道院総裁、戦国三つ組名で新聞に謝罪文が掲載された。原因は、特管工事により、路盤の地固めが不十分であったこと。その上を走行する。 重量級の電車が大きく、ローリング、横揺れしたり、曲線区間における河川の張り方の不備により、パンタグラフがかから外れ、河川との接触部をローラーとしたパンタグラフの押し上げ力不足により復帰に時間がかかり、アークが発生して河川が切断されたことなどであった。京浜線は12月26日をもって、運行を中止し、不具合を是正することとなった。このには、 約4ヶ月を要し、運行が再開されたのは、翌1915年、大正4年4月10日のことであった。これにより、本系列のローラー式パンタグラフを通常の収式に交換している。景品館での電車運転は、好評を博し、輸送量も増加していった。そのため本系列の昇降老系に、扉車では、次第に、 乗客の乗降に支障を来すようになっていた。そこでデハ6340型について1922年、対象11年から車体中央部に、幅 1100mm の客用扉を増設し、片側3扉とする改造が実施され、山手線への転用が行われた。これにより、側面窓配置も 1D1221D1221D に変更となった。 デロハ6130系、サロハ6190型については、1925年から扉造設と二等室の格下げが行われている。これにより、サロハ6190型は記号を、サハに改めるとともに、関東大震災により消失した二両、194、6199を、末尾の二両、6213、6214で、 毎晩するよう開版した。デロ六6130型については、デハ6340系の末尾に編入されたが、関東大震災で消失した、デハ6340系3両、6351、6352、6361を埋めるように3両、6142万6144、6145開版されたほか、 末尾の5両、6145から6149に対し、デハニ6450型への改造、6455から6459も行われている。デハニ6450系の改造者グループの、側面窓配置は 1D1D か 1D3221 である。デハニ6450型については、代替形式。 手配に43,850系の製造が1924年頃までずれ込んだため、長く、京浜線で使用された。これも1924年度に、山手線への転用されることとなり、郵便室を客室に転用して、幅 1,100mm の扉を増設し、側面窓配置は 1D1D か 1D3,221D となり、 形式もデハユニ6450型に改められた。この際、1923年、大正12年9月1日に発生した関東大震災で消失敗者となったデハユニ6451を毎晩する形で、デハユニ6455までハニ6451に改められている。1925年度に本系列2両が事業用車。 配給者に転用された。改造されたのは6140と6355で、いずれも、出屋33100型に、編入33、33100、3 3 1 0 1された。当初の外観は、一般の6340型と、ほとんど変わらなかったが、後年中央扉が、拡幅、1800ミ、mm、リメートルされ、外観が変わった。 1927年8月、デハに6450系4両、6456から6459が、デユに33850系、33850から33853に、1927年10月及び、翌年4月、デハに6450系6両が、 6450から6455でに6450、経営、番号同じに改造された。さらに1928年8月には、デハ6340経営千三6369が、デユに33850経営、33854、デハ6340経営、6370から6372が、 デニ6450系、6459から6461に追加造されている。デニ6450型は、種車によって形態が異なっており、5つのグループに細分される。また屋根上には、後くらい側にもパンタグラフが増設され、2機装備となっている。本系列に属するものは、強調文字で表示する。 レユニ33,850ワタについても、1927年度改造の4両と、1928年度改造の1両で、形態が異なる。荷重は、郵便室3トン、荷物室5トン。1928年、昭和3年10月1日に施行された、車両形式称号改正では、本系列に属する車両は、それぞれ、三等制御電動車、 9で、は6340系はもは1系、1001から1025、1065から1067、郵便荷物合わせ作り制御電動車、9でゆに33850系は、もゆに2系、2001から2005、荷物制御電動車、9でに6450系はも、23系、3001から3012、事業用制御電動車、9、 デや33100系は、もや4系、4001、4002、3等中間付随車、旧左派6190系は、左派25系、25132から25154に、整理、編入された。もは1系のうち3両、1065から1067については、他車種への改造のため、大井工場に入場中であったため、 便宜上の仮番号として不満されたものであり、現社に表記されたものではない。これらは、形式称号規定改正後に、もゆに 2K、2006、も、三3 k 3 0 1三3014として、落成している。各社の新旧番号対象は次の通り、社体アザで表記したものは、新形式番号規定による番号を。もは一型は、 100PS 電動機を持つ電車としては一番古いものであったことから1931年、昭和6年から廃車が開始され、1933年、昭和8年までに全車が除籍された。このうち1932年、昭和7年以後に廃車となった3両、1020、1022、1023は、 三振鉄道の開業用として譲渡され、いずれも後年交代化されている。モ油22型、ユ23型は、旅客用車よりは長く使用されたが、1934年、昭和9年からも波重軽改造のモ油22型、ユ23型への置き換えにより、横須賀線での下記の荷物輸送用に、電装解除の上残されていた2003と3007を、 除いて1938年、昭和13年までに淘汰された。このうち2003は、不随者代用のまま1945年、昭和20年1月に区派79,025に部品流用され消滅した。あ、もや4型は、特殊用途であったことから、太平洋戦争後まで使用され、1948年、1949年、 昭和24年に廃車となっている。サハ25型に編入されたグループは、電動車が早期に淘汰されたのに対して、長く使用された。これは1937年、昭和12年に、日中戦争が始まり、戦時体制となったことから、資源活用の面から廃車控えられたためである。また、 1935年から開始された木製車の後退化改造に際しても大枠構造の面から不適とされ、全車が木製車体のまま太平洋戦争後まで使用された。最後の車が廃車されたのは1952年、昭和27年1月のことである。本系列も太平洋戦争末期の米軍の空襲により多数が失われた。これらは 戦後の1946年に除籍され、輸送力不足にあえぐ私鉄に譲渡された。これらは復旧と合わせて高代化を実施の上使用された。戦災廃車、同時期の自己廃車を含むは次の通りである。戦中戦後の国史により疲弊した本系列は63系電車の量産と並行して整理が進められていった。これらの大半は、 西武鉄道を二条とされ、輸送力の増強に一役買った。その状況は次の通りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。